富士ロックフェスティバルライブ on YouTube、 ミーシャさんです。ようこそ。こんにちは、よろしくお願いします。ミーシャさん、富士ロック今年記念すべき初出演でいらっしゃいます。はい、初めてですね。これ個人的には発表あった時に二度見するぐらいびっくりしたんですけど、はい、周りの反響はいかがでしたか？発表後から今日までざわざわみたいな感じましたか？直接出た瞬間にはあんまりわからないんですけど、でもいろんな人から今年は出るのって聞かれたりとか、あとやっぱり見に来る方もとても多いので、はい、フジロックで会おうねみたいなそういう感じです。もうじゃあ知り合いが今日たくさんいるみたいな感じですね。多分なんか声はかけられましたけど。でも出演をこう決意するにあたってなんかきっかけだったりストーリーがあったんでしょうか？今年フジロックが、あれなんですよね、この苗場会場開催がちょうど20周年っていうことで、私も今年デビュー20周年なんですよ。おめでとうございますありがとうございます。そういうなんかちょっとストーリーを、はい、感じてちょっと初参戦をさせていただくことにしました。なんか縁を感じたみたいな。そうですね、はい、ちょうどこうクロスオーバーしたなんか瞬間っていう感じがしますよね。ミーシャさんはお育ちが長崎 で、はい、でちっちゃい時に海とか山の中で歌の練習をされてたってお話があると思うんですけど、はい、本当に大自然の中で歌ってたんですか？そうですね、やっぱりこうフジロックのライブってやっぱりこう野外で心も体もこう解放されたところで音楽を皆さん心から楽しんでいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういう意味では子供の頃からこのフジロックのような状況ですごく音楽のもう核みたいなところを楽しんできたような気がしますね。そうですよね、うん、もう毎日一人フジロックみたいな今思うと状態ですよねきっと、まあ、結構自然に歌ってましたけどね、はい、本当にステージ楽しみなんですけど、フジロックは自然と音楽の共生っていうのが、まあ、テーマになってて、でミーシャさんもすごく環境問題とかに、はい、意識されてアクションを起こされてると思うんですけど、うん、そういう部分でも何か感じるものってありますか？やっぱりその音楽もっていうもの自体が、まあ、こういう自然から来ているので、すごく共鳴しますし、あと、まあ、音的なことを言うと木ってすごくいい音が出る、スタジオでも木を使ってやるスタジオってすごくいい音が出たりするので、私も森の中で歌ったりすると結構いい音がすることが多いのは多分そういうことかなって感じてるんですけど、もしかしたらマイナス4とか他にもいろんな要素があるかもしれませんけど、なんか反響したりとかきっとそういう何か科学的なこととかもあるのかもしれないですよね。そうでしょうね、楽器もでもほとんどがそういうものからできてるとかもあるので、でもそういう自然の力も、ね、きっとミシャさんのライブに今日さらに力を貸してくれるかもしれないですけど、はい、ミシャさんの、まあ、音楽っていうと一緒に作り上げているバンドメンバーの方だったり、バックで、サポートされているダンサーさんだったり、皆さん本当にもうトップクラスの方で豪華なメンバーだと思うんですけど、はい、そういう一流の方たちと一緒に音楽を作ることで何か得られるものってやっぱり大きいですか？やっぱこのまあ、デビューして20年間の間に、まあ、いろんな素晴らしいミュージシャンと一緒に歌わせていただいていて、まあ、日本の素晴らしいアーティストもミュージシャンもそうですけど、まあ、エリカ・バドゥさんだったり、マーカス・ミラーさんだったり、ラウル・ミドンさんだったり、それから今回一緒に、ライブを行うトランペーターの黒田君の率いるバンド、彼ら今回ニューヨークからやってきたメンバーで、それぞれがもう本当ソロとして活躍しているような素晴らしいミュージシャンなので、今回のライブはすごく聴きどころがとっても多いライブになると思います、うん、楽しみです。そしてさっきもまあ20周年というお話ありましたけど、はいはい、この20年で本当にシーンってすごく変わったと思っていて、例えばデビュー当時にストリートダンサーさんをこう従えて歌う方って意外とすごいまだ、うんうん、少なかったりしたじゃないですか、うんうん、でもそれがすごくかっこよくて、ミーシャダンサーとか呼ばれて、私もすごい影響を受けてミーシャダンサーさんのレッスンに通い詰めて、あ、嬉しい。でミーシャさんのツアーダンサー一般公募オーディションっていうのがあったじゃないですか、はい、ありました、うん、受けてゴリゴリに落ちるっていうすいません
もう当たり前なんですけどね、もう受けた時点でおこがましかったんですけど、そのぐらいやっぱ憧れてかっこいいって思ってた、うん、新しいって思ってた、うん、20年前思い出すんですけど、うん、今ってもうダンスでいうとダンススタジオもすごく増えて、うん、そうですね、中学校とかでもダンスが必修科目になったりとかして、うんうん、アンダーグラウンドっていわゆる呼ばれてたシーンがすごく変わったと思うんですね。でやっぱミーシャさんもデビュー当時はこうアンダーグラウンドのカルチャーをメジャーにっていうのをテーマに掲げてましたよね。はい、でそれを、最近卒業という言い方ですかね、そのテーマを卒業されたみたいな感じはありますか。そういうものをマイナーアンダーグラウンドと言われていたカルチャーをメジャーにしようと言ってスタートしたザ・ツアー・オブ・ミーシャというものを1回卒業したんですけど、2016年ですよね。そうですね、うん、でもすごく今面白いなと思うのは、私自身もそうなんですけど、きっとちぐささんもそうだと思うんですけど、R&B とかヒップホップとかファンクとかソウルとかジャジーなものとかって、ロックもそうですけど、私たちってこう好きな音楽をジャンルにとらわれずたくさん聴いてきている世代だと思うんですよね。で今の、プレイヤーの人たちもみんなそういう音楽で育ってきたりしていて、こうジャンル同士がこう混ざってきてる気がする、もちろんそのヒップホップっていう音楽がジャズとかからこうネタというかサンプリングをしていたりするからすごく自然な流れだと思うんですけど、今私がやっぱり今の音楽を届けたいっていうスタイルがやっぱそういうちょっとこうミックスしているジャンルで、なんか私今それをソウルジャズって呼んでるんですけど、今回のちょっとフジロックでやらせていただきたいなと思ってるのはそういうソウルジャズなサウンドをちょっとロックでファンキーに今日はやれたらなってそういうふうに思ってます。わあ、じゃあ結構フジロックスペシャルじゃないですけど、はい、今日のために結構もうセットリストだったり内容っていうのをカスタマイズしてくださったってことですね。もちろんです。わあ、これ本当に貴重ですよね。ありがとうございます。機会はね、ありがとうございます。最初にミーシャさんの話し声を聞いた時にその歌い声とまた少し違って、はい、歌う時の声の出し方と喋、る時の声、普段のミーシャさんの声の出し方って全然違うんですか？意識的にもこう体的にも出し方とか。そうでしょうね。特に意識はない。そうでしょうね。ボリュームがね違いますものね。そうですよ、声量みたいな。そうですね、ミーシャさんってそういうトレーニングみたいなのってストイックにやられてるんですか？ボーカルトレーニングみたいなの。ストイックかどうかは分からないんですけど、やっぱり音楽を心から楽しむって何よりも気持ちがいいことなので、やっぱりそれに向かってそれがどういうスタイルでやれば一番いい形で臨めるかっていうのはかなり研究してますけど、それをストイックという人もいるし、ある意味その楽しむことにすごく集中しているというか、そういうふうに言ってくださる方もいろいろ。研究っておっしゃいましたけど、研究するときってそのリソースってどこから来るんですか？リソース？何をご覧になったりお聞きになったりして研究するんですか？いろんな人のライブだったり。どうだろう。どうだろう、自分から学ぶときもあるし、人から学ぶときもありますし、20年間多分もう何百、1000いってるのか分かんないですけど、ものすごい数をやっぱりライブをやってきてるので、1000いってると思います。そういう培ってるものはあると思うんですよね。で今やってる音楽っていうのはやっぱり20年間やってきたからできることだと思うので、それをすごく皆さんも楽しんでいただけたらなって。特に今、今回台風でやっぱり被災地にも台風が、向かっているような状況なので、もうやっぱりそこに対してやっぱりすごく思いを込めて歌いたいですよね。ここから熱気をたくさん起こして本当に被害が少なく、もう願うことをやっぱり消滅してほしいぐらい、その台風がそれぐらい強い思いを込めて今日は歌いたい。
こうミーシャさんの歌って本当にそういう祈りみたいな気持ちとか、あの過去にも紅白で、はい、砂漠から歌われたり、うん、アフリカと、あの長崎から歌われたり、はい、すごくこう気持ちとなんか願う心っていうのと一体化してると思うんですけど、いつもそういう気持ち、エモーションもすごく入れて歌にされてるですよね。そうですね。でも音楽自体がそういうところがあるので、はい、今日も本当にたくさんの方にその気持ちが届いて、はいはいはい、さらにその音楽たくさんの方が楽しむと思います、はい、本当にステージ楽しみにしてます、はい、あの盛り上げていきたいと思いますので、どうぞ楽しんでください。ちなみに今日のご衣装なんですけど、最後に、はい、素敵ですが、テーマはありますか？なんだろう、本当自然の中に女神様風にフジロックフェスでしょ、やっぱりフジロックプリンセスフジロックフェスっていう感じがしますが、きっとそれステージ映えもすると思います。ありがとうございます。楽しみにしてます。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ミーシャさんにお話伺いました。